起きて。どうした花火。テレビ、ワイドショー。10日に発生したカレン・トラバースによるスオー事変は様々な混乱をもたらしています。中でもカレンの命令によって行われたスメラギ議長の暗殺はニューヒムカに大きな衝撃をもたらしました。父さん。当番組では実行犯と目されるカサネ・ランドールの似顔絵を作成しましたのでご覧ください。え、カサネ、なんだこれは。ひどい。凶悪なカサネ・ランドール容疑者の特徴をよく捉えていますね。おーい、みんなテレビ見てるか。渡る。いや、カサネのあれさ、ランドール家も海抜群も写真データの提出を拒んだらしいぜ。カラスの中継データも処分されてた後だったから仕方なく似顔絵が公開されたんだって。いや、ちょっと重ねに同情するわ。あ、悪い、ユイト、同情とかしちゃいけなかったな。あ、いや、ごめん、俺もちょっと同情した。ユイト、ちょっと笑った、よかった。え、そうか、俺本当にみんなに心配かけてたな、ごめん。心配ぐらいさせてくれ、俺たちにはそれぐらいしかできんからな。ブレインフィールドの後遺症とかもないみたいだし、本当によかったよ。ありがとな。あの時はみんなの声のおかげで正気に戻れたよ。まるで俺が俺じゃなくなっていくような感覚だった。ブレインフィールドは確かにすごい力だけど、感情のままに使ったらダメだ。あの時の俺は冷静じゃなかった。リスクのでかい大技だって知っちゃいたけどさ、正直ここまでヤバいもんだとは想像してなかったな。超能力は感情に左右される。ブレインフィールドも同様だろう。制御さえできれば強力な決め手にはなるが、使い方次第ってこと？ちょっと怖いけど。とりあえず使うなら十分注意してくれよ。あんな空間にずっといたら誰でも変になっちまうぜ。あ、そういやこれを伝えなきゃだった。スメラギ本部長から呼び出した。本部まで来てくれ。兄貴から。うん、わかった、すぐ行くよ。あと渡る、妹さんのこと。はるかのことか、気にすんなって。あいつ俺と違ってふっかるだから、カサネたちの面倒を見てるうちにほっとけなくなったんだと思うぜ。だからひょいひょいついていっちまったんじゃねえかな。え、渡るの妹ってカサネたちと関わりがあったのか。あ、ユイト知らなかったっけ。はるかちゃんカサネたちのオペレーターなんだよ。ま、そういうことだから本当に気にすんなって。でもありがとな。こういうの照れるな。よし、ほら、本部長に怒られる前にさっさと来いよ。よし、スオーに戻ろう。なんだ。ユイト？どうしたの？急に立ち止まって。さっきまでアジトで話をしてなかったっけ。お前何を言っているんだ。
何をって、え、いつ巣王に戻ってきたんだ。お待たせしました。カラスが近づかないように取材禁止を徹底させたので今回は大丈夫ですよ。え、ルカさん。ユイト、隊長はあなたです。僕のことは呼び捨てにしてくださいってお願いしたばかりじゃありませんか。え、待ってください。俺が隊長？巣王事変の時に臨時隊長になった話ですか？違うよ、それじゃなくてさっき吹雪連隊長から任命されたじゃない。え、さっきっていつだ。ユイト変。渡る、ユイトの大脳データに何か異常は出ていないか。いや、特には。ユイト、もしかしたら吹雪連隊長と面会したことを覚えていないんじゃないですか。はい。僕らは海抜群のゼロ一小隊に再編成されました。新隊長は君で、これから紹介任務に出るところです。嫌な予感がします。できればすぐに海抜群病院で見てもらった方がいい。任務はいいの？ヤバそうならこっちから上層部に連絡回すぞ。隊長はユイトです。僕から強制はできませんが、なるべく早く海抜群病院に行ってもらえませんか。そうだよユイト、見てもらえば安心じゃないね。そうしようよ。そうだよな。うん、そうするよ。よし、任務のことは俺から上に報告しておく。海抜群病院の行き方は？あ、ここっておじさんが理事長やってる病院だから私が案内するよ。それにおじさんにメッセージ送っといたから、ちょっとずるいけどすぐ見てくれると思う。心配することはありません。おそらく疲労のせいですね。超感覚刺激ホルモンが過剰に分泌され、脳の記憶を司る分野で一時的な混乱を引き起こしているだけでしょう。ホルモンの分泌を抑制する薬を院内薬局で処方しますので、症状が出た時はそれを飲んでください。あ、はい、ありがとうございました。巣王事変で果敢に怪異を討伐し、巣王を守った英雄ユイト・スメラギ上等兵。この度異例の昇進によってゼロ一小隊の新隊長に任命されました。なんだこれ、こんなことしてないぞ。君には不本意だと思うけれど、こらえてくれ。カイト本部長と政府からの要請だ。君は救国の英雄として祭り上げられる。いや、そうだ、確かそんな話をした。でも前後がやっぱり思い出せない。それでは救国の英雄ユイト・スメラギ少尉の歩みをご覧ください。あんなニュース見なくていいよ。マスコミなんて勝手なことばっかり放送するんだから。それよりどうだった？何か分かった？ああ、うん、疲れてるだけだって。薬が出るからもう少し待たないと。巣王事変で国賊カサネランドールの狂人に倒れたジョー・スメラギ評議会議長。その悲劇を乗り越え、我がニューヒムカのために完全と立ち上がったユイト・スメラギ少尉は。あー、ねえ、まだ時間がかかるんならちょっと病院の中を見てみない？さっき案内する途中で診察の順番来ちゃったし。花火は優しいですね。まあ
カラスどもの国威高揚番組を見ているぐらいならその方がマシだろう。うん、そうしようかな。あ、ちょっと待って、あの女の人困ってるみたいだ。あの、何かお困りですか？あ、すみません、私あのベルペッパーなので病院内のビジョンが全く見えなくて。え、ベルペッパー？あ、ごめんなさい、無能力者なんです。だから能力を使ったシステムは認識できないんです。すみませんが、脳神経内科はどちらでしょうか？お、私がご案内します。無能力症の人のことをベルペッパーって言うのか？ベルペッパーってピーマンのことだろ？ああ、ユイトってマジで育ちがいいのな。まあ、なんていうか能力が空っぽだからみたいな意味合いかな。ひどい言い草だな。そうですね。でも無能力者自身も自分で無能力者というよりベルペッパーということが多いんです。能力がないと認めるのが心理的に抵抗があるというか。能力が使えないと生活が不便。ええ、そうですね。町のビジョンもサイネットもあらゆるシステムは能力が備わっていることを前提として作られていますから。人口の 0.1% が無能力症だというデータもあると聞いている。政府はもっと能力弱者への配慮を推し進めるべきだと思うのだがな。海抜群病院では無能力者の治療研究が進められている。そうです、無能力者をなくすというのが政府の方針なんでしょうね。ベルペッパー、なんだろう、何か思い出しかけたような。ん、どうしたの花火、変な顔してる。うん、さっきの女の人を脳神経内科へ連れて行ったら看護師さんが急患のバスの時間がどうとかって話してて、急患をバスに乗せるなんてあるのかな。バス、きっと聞き間違いだよね。ごめん。バス来てる、地下に。地下？なぜ病院の地下にバスが来るんだ？送迎バスなら地上の正面玄関につけるだろう。そもそも地下道路は基本的に町の外に行くための特別道路のはずだが。こっちには海抜群病院のデータが一切ないんだ。だから病院の中がどうなってるのかはわからないな。まあ、町の外の急患を運び入れるための地下ターミナルはあってもおかしくはないんじゃないか。急患、そういえば一条海抜群病院の急患が周防の外にありましたよね。それって六勝寺のこと？あそこなら10年ぐらい前に怪異の大襲撃があって町の痕跡も残らないほど破壊されたって聞いてるけど。そういえばそんな事件があったな。花火も昔は六勝寺に住んでいたのか？ううん、うちのお父さん昔は一条の本家からは勘当されてたから。私は生まれも育ちも周防なんだ。だから六勝寺にはたまにしか行かなかった。あ、でもユイトが入院していた病院は六勝寺にあった旧海抜群病院だよね。私お見舞いに行ったもん。ああ、六勝寺が襲われた時にお袋も怪異に殺されたんだ。嘘、バスの中にナギがいる。え、ナギが？うん、生死不明者にリストされてたし、二
見間違いかもしれないけど。悪い、こっちじゃ捕捉できない。病院の中はこっちのアクセスが禁じられてるんだ。わかった。つぐみ、ナギを乗せたバスが向かった方向を教えてくれ。位置データを送った。六小市跡、海抜群病院の旧館がある方角。みんな付き合ってくれ。ナギが生きているなら会って話がしたい。そうだな、本当にナギだったのかどうか確かめた方がいい。ここが海抜群病院の旧館。子供の頃のことだからかな、入院してたのにほとんど記憶がないよ。本当に六章の町には何も残ってなかったね。でも怪異が狙うのって人間の脳なんでしょ。建物まであんな風に壊すのかな。ええ、確かにこの旧館が今も使われているのだとしたら意図的に片付けたのかもしれませんね。気のせいかな。ルカはこの旧館が使われてるって知ってるみたいだ。そうですね、ええ、すみません。確かに僕は使われていると思っています。だからナギがここに連れてこられる可能性は高いと思いました。どうして旧館が今も使われてるって思ったんだ。それは海抜群の指揮官クラスになるといろいろな情報も入ってくるんです。旧館で何らかの施設が稼働しているのではないかという噂は何度か聞いていました。ルカ、何かを隠してるのか。つぐみ、ナギが乗っていたと思われるバスは確かにこの施設の地下に入っていったんだな。うん、でも気をつけて。この建物の中、透視できないところがたくさんある。こういうところは危険。俺も旧館のデータは参照できないんだ。サポートは難しい。気をつけろよ。よし、みんな慎重に行こう。
要ですね。予想より早く終わりました。
どこへ行っても怪異だらけでなかなか出口にたどり着けないぞ。ルカだけでも病院の外へ出ることはできないのか？ええ、怪異が大量に発生している場所はテレポート自体が危険ですから。落ち着け。ワタルもデータを持っていないなら出口までのルートは自分の記憶に頼るしかない。記憶か。俺の記憶は果てになるのか。ユイト、危ない！上だ！ユイト！ごめんね！水平方向しか投資してなかった。ごめんなさい。いや、俺もぼーっとしてた。ごめん。ありがとな、花火。ううん、それより。怪異、こっちに来る。迎え撃ちましょう。弱点発見だな。この怪異の背中に溜まっている液体は、どうやら油のようだしね。匂いが。油で攻撃されるの気持ち悪い。どうにかできない？力を貸そう。油がベタついて体が重い。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。こいつで身を守る。今だ、ユイト、ヤツを足場の叩き落とせ。危険な状態の隊員がいる。いいぞ、ユイト、よくやった。どうぞ、ユイト。力を貸そう。このままじゃ。少しは
危なかった。今だユイト、ヤツを足箱の叩き落とせ。落ちてこい。いいぞユイト、よくやった。大丈夫か？怪が集まってきてる。なんだってこんなに怪がいるんだ。渡る、つぐみ、どこかに安全な場所はないか？悪い、何度も言ってるが、こっちは旧館のデータが全く参照できない。どこも怪だらけで。間に合ったか。吹雪連隊長、みんなついてきてくれ。地下道路を通って六勝者跡を抜けて怪異を振り切る。あの、ここはもしかしてセーフゾーンですか？セーフゾーン、何それ？ニューヒムカ政府の取り付けた監視システムの死角に当たる場所だよ。僕たちはセーフゾーンと呼んでいる。ここなら安心して話ができるからね。街の外で話せばいいんだろうけれど、巡回中の海抜群に見られると困るから。こんな場所があったのか。ここで話すってことは政府に知られたくない話。そういうことになるね。君たちが海抜群病院に行くことを早く聞いていれば、もう少しうまく立ち回れたと思うんだけれど。吹雪さんは海抜群病院がどんな場所なのか知っていたんですね。ああ、ルカは聞いていなかったみたいだね。あの病院ではニューヒムカの国家プロジェクトである超能力研究を行っているんだ。大脳の調律によってより強力な超能力を引き出す。おじさんの病院でそんなことは。そうか、
あそこは一条家の病院だったね。今から話すことは君には辛い話になると思う。はい。あの病院で大脳の研究を進めた結果、いくつか副産物が生まれたんだ。人格矯正ですね。ああ、政府に都合の悪い人間の脳を調律して洗脳することで無害化する。ナギはナオミの怪異化を目撃したことが政府に知られて、あんなことになってしまったんだ。え？でも俺やゲマやカサネだって同じものを見たのに。みんなのことは僕が監視するという名目で守れたんだが、その前にナギは政府に捕らえられてしまったんだよ。すまない。僕がもう少し早く情報を統制できていれば。あのナオミの怪異化って何ですか？ナオミは戦死したんじゃ。そうですか、ナオミは戦死ではなく怪異化したんですね。怪異化って、まさかナオミが怪異になったってこと？ナギもそんなようなこと言ってたけど、人間が怪異になることなんてあるの？それがニューヒムカの大脳研究のもう一つの副産物だよ。特殊な物質に接触させて生物を怪異に変える。脳を持つ生き物なら何でも怪異にできるんだ。待ってください、それじゃあナオミを怪異にしたのは政府だってことですか？そういうことだ。ゆっくり説明をしてあげたいけれど、このまま町にいるのも危険だ。おそらく政府から君たちを引き渡すように命令が来ていると思う。ひとまずこのまま紹介任務に出てくれ。その間に僕が事態を収める。いいね？待ってください、どうして吹雪連隊長はそれだけの事情を知りながら人格矯正を受けていないんですか？ルカも今の話を知っていたみたい。そうだ、だからあの時ルカはナギと話すことより逃げることを優先しようとした。簡単だよ、僕は体制側、政府の犬だからね。ルカはカレンからある程度の話を聞いているはずだ。気になることはルカに聞いてくれ。そうですね、まずは紹介任務に出ましょうか。道すがら兄から聞いた話をします。ユイト、どこに行くか決めてくれませんか？わかった、それじゃあ菊池場へ行こう。